場所はタオです。タオ、まあ、道ですと、はいはい、The place is the pathway と、はい、場所は道ですと。もしアーティザンが SP ですね、はい、出来事の中心にいることを好むのであれば、またガーディアンは出入り口の門番ですね、はい、門に立つのを好み、そしてレーショナルは座標をマッピングする交差点にいることを好みます理想主義者は存在の意味を探求し、個人的な成長の工事段階への旅に導く経路で最も快適に過ごしますと、はいはい、精神的なオデッセイ、聖戦、巡礼、はい、または探求の概念は理想主義者にとって非常に満足感をもたらし、おそらく彼らの人生体験のためのお気に入りの比喩ですと、マン・オブ・ラ・マンチャでは、ドン・キホーテは彼の栄光の探求を歌い、どんなに絶望的であろうと、どんなに遠くても理想的な名誉と美徳の星に従うことを歌いますと。そしてロバート・ビルジゲの善とバイク整備の芸術、価値の探求への問い合わせでは、若い哲学者が彼の探求の精神が難解な知恵を探求するために心高い地域へ、漫遊の旅する様子をイメージ想像していますと。時の始まり以来、これらの高地、心の高い地域ですね、何、うん、ですかその顔は心のこれらの高地を通る多くの小道が作られ忘れ去られてきましたと。それさえも一つの文明の中でも古い小道は絶えず閉じられ新しいものが開かれます。パイドロスは最初は目的もなく、以前誰かが通った小道を歩き回って、時折小さな洞察から彼はどうやら進展進んでいるように見えたが、どの方向に進むべきかを示すものは見えず、前方には何も見えませんでした。多分このパイドロスというのはギリシャの哲学者プラトンの対話編共演に登場するキャラクターで、対話の中で哲学的なテーマや愛について議論が行われるが、プラトンの編では単なるキャラクターその一つだということが書いてあります。すいません。はい。僕は多分 NF だと思います。SJ よりはしっくりくる。しっくりくるというか、SJ はあんまりしっくりこない。あそこまでの厳しさとかはなくて、はい、気概もなくて、はい、はい。ただ人は自由であるっていうことと、はい。人のために人のために人のためにっていうか、みんながいい人だよねっていうのは信じてたりとか、はい、はい、信じやすい、信じやすいことはあったりするのかなとは思ってます、うん、神秘と合理や秩序をうまいこと融合させているタイプなら、秩序や法則そのものが神秘だと思ってそうですねはい、はい、神秘というかおぼし飯ですよねはい、ただなんかさ、数学が発見されたって言うじゃないです か、はい、なんか3の法則とか、はい、6の法則とかってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのはなんかおーって思いますよね。全部一緒じゃないですか。あーんと、それは神秘、うん、円周率は答え あの問いの意味がわからないですその3の法則でおーって思うなら円周率もおーって思うんじゃないかと思って、あ、円が計算できるなるほど、はい、すいません、そこまで頭良くなくて。あとは、時間の概念ですね、はい、The time is tomorrow だと、時間は明日だ と、理想主義者アイデアリスト NF は将来志向で、現在の状態よりも何かが可能であることに焦点を当てています。 NF にとって現在の状態は決して十分ではなく、ここが苦しいところなんでしょうね、はい、現在の状態は決して十分ではなく、実際ここと今が人生の全てであることを
考えることは耐え難いことですと。ああ、まさしくですよ。今が全て。今が全てなんてもうとんでもないですよ。初期の女性賛成擁護者であるスーザン・B・アンソニーがアメリカの女性、そして実際には全ての人類の未来を想像する様子を聞いてみましょうと。将来の女性は現在の女性をはるかに上回るでしょう。まさに将来の男性は今日の男性を上回るでしょう。時代は進歩しており、私は現在の男性や女性よりもはるかに高い人間性と女性性を期待しています。私は国中の女性が平等な財産権、平等な事業権、平等な政治的権利を持つ日を期待しています。優秀さや地位の唯一の基準は個人の能力、名誉および性格であるべきです。理想主義者のこの未来への興味には神秘的な要素もあります。 NF の幻想やお気に入りの物語はしばしば信託の力、予知的な感覚、前兆、占い、タロットカードなどの世界への冒険で、これらの要素は N たちが想像の中で魔法の世界、兆候と前兆に満ちた可能性のある世界を作り出すのを助けます。理想主義者は人生は実現を待ち望んでいる可能性に富んでおり、理解されることを待っている意味に満ちていると信じています。理想主義者はこれらの可能性を探求し、これらの意味を解明し、事物の本当の真の本質と意義を占い出すことに惹かれていますと、うん、はい、時間の感覚が明日だとか、うん、そのここと今が人生の全てであることを考えるのは耐え難いっていうのは、はいはい、もうこの一点で NF ですね。はい、はい、やっぱりあの、まあ、何回も言いますが霧島部活辞めるってようで、うん、はい、まあ、ちょうどドラフト会議が行われたばっかですが、はい、その映画に出てくる、はい、箸にも棒にも引っかからない野球の少年が、はい、素振りをしている、はい、それがあの映画では勝ち組とされているではないと思います。僕の見方はそうではないです。いや、もうそこに NF だからそこに引っかかるって話じゃないですか。引っかかってないです、そこだと思ってるんです。あれは僕的にはいろんな価値観があるよねだと思うんですよ。そんな映画じゃございません。そういう映画、いろんな人がいろんなことで悩んでるっていう、まあ、悩んでるって映画ではあります。はい、いろんな立場の人がいろんな立場上でこう悩んでるっていう、はい、で群像劇しばし、はい、その光景が、はい、滑稽だったりします。はい、はい、でそこでこうそうやって悩んでるんだよっていう、悩んでるのはあなただけじゃないよみたいな。そうですね、いろんなとこでいろんな人がいろんな悩みを抱えてる。はいはい、はい、そういう映画でした。はい、ゆきさんが、はい、NT だが N は点と点をつなぐ線を重要視するイメージがしっくりくると。 NT は原因結果を理屈でつないで、 NF は因果関係でつなぐようなと、うん、NF の利他的な側面は思いやりや感謝の線こそ重要かなと、うん、まあ人のつながりですもんね。人とつながりはありますね。はい、なんかね、人を思った瞬間にね、うん、その人から連絡が来たりするんですよ。これ呼、はい、んだなって思いますよね。そういうこと思ったことがないですけどね。ないですか。はい、ポコって連絡が来るじゃないですか。はい、呼んだなって思いません？あんまり考えたことないです。引き寄せたって考えたことはないです。運命かって。はい、はい、篠宮さんがね、何回信頼受けても INTP だが INFP もしっくりくるなと思っていたと。うん、INTP の A は INFP に近い特性を持つ場合があるという説明を見て、自分は今まで INFP に多少の親和性を見出した理由が分かったと。まあこれはあの、今紹介しているのはカーシー博士なので、はい、TPA とかそっちとはまた、はい、あの説が全然、カーシー博士は、はい、気質論、あのもう行動が君だと、はい、言ってる言葉が君だっていう、はい、
とこなので、またちょっと使う言葉が、使う言葉、やってる行動、はい。で、それは、まあ、冒頭にも言いましたが、優越感だと。優越的なポイントだと、それは。はいはい。得意なところを自分が、をやってるよってことですもんね。はい。はい、僕は分析しないですもん、はい。因果では捉えますが。因果関係だけど理屈じゃないんですよね、多分。理屈じゃない感じはするじゃないですか。理屈じゃない感じはします。はい。はい、あ、タンタンメンさんごきげんよう。ごきげんよう。道半ば、理想に向かって探求し続けているという感じ。常に理想を求めて歩き続けている。あ、そんな感じですね。そんな感じですね。はい。はい、